海上幕僚長の職を辞し、退職することとなりました。不祥事の根底にある原因の一つが、隊員の順法精神の欠如に加えて、組織のガバナンス能力の欠落と考えています。隊員の教育や部隊の組織管理を指揮監督する責務を負っているにもかかわらず、それを果たし得なかった責任を問われるのは当然のことと考えております。